ランガールズ、ランは、林ココ、森島ゆか、厚木七尾の3名により構成される、日本の声優ユニット。略称、RGR。所属レーベルは、ライブツーエンターテインメント。a ベ x クスピクチャーズと81プロデュースの合同で、開催された声優オーディション、ウェイクアップ、ガールズ、オーディション第3回アニソンボーカルオーディションの合格者3名による、声優ユニット。 三名は2017年10月から放送されたテレビアニメ、ウェイクアップ、ガールズ、新章にて、同じ読みの名字を持つキャラクターの声優としてデビューし、同作品内で、声優ユニットと同名のアイドルユニット、ランガールズ、ラン、を演じた。ウェイクアップ、ガールズ、新章放送終了後もユニット活動を続け、キラット、プリチャンや、ガーリーエアフォースをはじめとする、 アニメ作品でメインキャスト等の声や主題歌を担当し、また、ライブ活動も続けている。2017年7月30日、ワンダーフェスティバル2017、夏内イベント、ワンダフルホビーライフフォーユー26で、ウェイクアップ、ガールズ、オーディション第3回アニソンボーカルオーディション合格者と合格者によるユニット結成が発表された。 2017年8月25日、アニメロサマーライブ2017初日に、欅広場で開催された、アニからザ、ザワールド、スペシャルステージに出演。2017年9月24日、10月28日、11月25日の3回、6公演にわたって、ショーケースイベントを開催。9月24日のショーケースイベントで、初の持ち曲である、かけるかけるを初披露。 2018年2月28日、ライブツーエンターテインメントより、シングル CD、スライドライドでデビュー。2018年4月から稼働を開始したアミューズメントゲームであり、同時期に、テレビでアニメ放送の始まった作品、キラッとプリチャンでは、桃山未来を、林ココ、青葉リンカを、厚木七海、指導メルを、森島由香が演じるとともに、第一、 第2クールのオープニング主題歌、キラッとスタートを、ランガールズ、ランが担当した。第3クール以降のオープニング主題歌も引き続き、担当している。2019年1月からテレビ放送された、ガーリーエアフォースでは、主人公のグリペンを森島由加が演じ、オープニング主題歌の、ブレイクザブルーを、ランガールズ、ランが担当した。2019年7月からは、 東京 MX および ATX にて初の冠テレビ番組ランガールズランのランがバンの放送が始まった。2019年8月には東京の渋谷で結成2周年記念ライブランガールズランセカンドアニバーサリーライブ1.2 3ジャンプを開催。メンバーカラーや2周年記念ライブの京都での追加公演 2019年秋からのテレビアニメ、アサシンズプライドのオープニング主題歌を担当することが発表された。2019年11月には2周年ライブの追加公演であり、かつ、京都出身の森島由加の外旋公演となる、ランガールズ・ラン・セカンドアニバーサリーライブ1.2・サンジャンプ・イン京都が開催され、インターネット配信の冠無動画番組である、 ランガールズ、ランの3人4脚自由型のスタートが発表された。そして12月10日にスタートしたランガールズ、ランの3人4脚自由型に合わせ、YouTube にランガールズ、ラン単独の公式チャンネルが開設された。この番組は当初の予定通り2020年12月1日に最終回を迎えた。2020年1月2日には 地上波ラジオでの初の冠番組、シェアザナイトが FM 横浜でスタートし、同年10月1日まで放送された。2020年5月20日は、初のオリジナルアルバム、ランガールズ・ワールドをリリースし、同年7月25日から8月22日にかけて、仙台、大阪、東京で3周年記念ツアーを行うこととなった。アルバムは、 リリースされるも、新型コロナウイルスの流行に伴い、ツアーは中止となる。2020年9月26日、10月11日に、初のオンラインライブ、ランガールズ、ラン、オンラインライブ、ランガリングリンクライブが開催された。2021年1月19日、新番組、ランガールズ、ラン、のランがチャンネルの配信が開始される。 映像作品参加映像作品各メンバーがソロで出演した作品については各メンバーの項目を参照はインターネット配信カテゴリー日本のポップグループカテゴリー日本のガールグループランガールズランありがとうございます